はい、ジャムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。どうも。お揃いですよ、服が。まあ、そうですね。あんまり嬉しくなさそうですけど。はい、本日ですね、6月の今日17日の土曜日だったんですけれども、ジャムでオープンキャンパス行われておりまして、こちらコミックラストカでは中野先生がゲストで来てくださいました。面白かったです。はい。色鉛筆塗ったの、ちょっとこう、どうですか、こんなの塗りました、じゃじゃん。はい、一瞬しか見せません。はい、ということで、授業体験というところなので、アナログ画材技法の体験だったんですけれども、ここからは来週の告知をしたいと思います。来週は6月24日ですね、なんと土曜日です。で、来週土曜日はですね、今度はカラさんという卒業生作家さん、今漫画を描かれてますけれども、あ、そうだ、これを出そう、これだけかな、はい、すいません、中継中で録画中です。こんな感じのですね、作家活動をガンガンしていらっしゃる方がですね、忙しい合間を縫って、新潟まで来てくださるということなので、よかったら来週もまたぜひ見に来て、まあ、スタッフとしてね、来てくれたらいいなということで、クラスにも声かけたいと思います。で、カラさんの線画をね、また塗らせてもらったりできるということなので、乞うご期待という感じでございます。バスも来週は無料送迎バスありますので、遠方からでも来れますよと。上越からでも来れるね。はい、はい、上越からも来るといいなという願いを込めつつ、また来週、バイバイ。なんかいいね。バイバイ。バイバイ。クエスチョンマーク。